吉松隆氏は日本の番組プロデューサー、著述家、ナレーター、元記者、アナウンサーである。早稲田大学卒業後にに報道記者として入社し、アナウンス部に移動後、ニュース、バラエティ、プロ野球中継の実況アナウンサーを担当。2005年にはテレビ、東京全国ネット放送でプロ野球プレイオフ、ソフトバンク対ロッテの実況を務めた。 野球以外では、アビスパ福岡大、柏レイソルの実況を担当。退社後はフリーとなり、活動の中心を海外に移す。中国のテレビ番組にコメンテーターとして出演。野球中継やサッカー中継の実況を担当。警察や裁判の担当記者、番組制作ディレクターなどを務めた。台湾に渡り、台湾放送の旅番組、ミスター・ハングリーの司会を担当。 台湾各局からも要請がかかり、年代テレビやンリッターテレビの中国語トーク番組に出演した。台北市では台湾元総統の李登輝や高尾市市長の陳菊に取材も行った。台湾プロ野球リーグにも精通しており、台湾プロ野球公式戦において始球式を2度務めている。エルタ TV のパリーグクライマックスシリーズ放映の事前番組の 解説コメンテーターを務めた。中国テレビ局からのオファーを受け、公衆の石膏テレビ、キッチンスターや南京テレビ、チャンステレビのニュース番組にもコメンテーターとして活動している。九州大学大学院地域政策デザイン講座で講師を務めた。九州大学産学官民連携セミナー。地域政策デザインスクール。2020年12月10日閲覧。 ありがとうございます。